はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。はい、本日はですね、ちょっと面白いもの見つけたんでね、これをご紹介したいと思います。こちらです。はい、こちらになりますね。こちらはですね、ビタポール、なんかね、英語でいろいろ書いてあるんでちょっとわかりませんけど、裏面を見てみましょう。はい、これを見ていきますとですね、スマッカーズのマジックラインって書いてありますね。小動物のための栄養補助食、オレンジって書いてね、日本入り。小動物のためのスティックタイプの栄養補助食です。ポーランド産の天然素材を使用しており、穀物類に含まれているバクテリアが含まれてないために消化が良くなります。いろいろね、またいいこと書いてありますね。まだ成分表ですね、成分表。はい、ではね、早速与えてみましょうか。こんな感じですね。バーベキューのね、串焼きみたいになってますけど、これなんか引っ掛けれるのかな、ケージにね。こう、匂いはね、すごい変な匂いしますよ。なんかカビ臭いような匂いね。こんな食べてくれるのかな。はい、では早速ね、与えてみましょうね。どうなることやら。はい、おお、一斉に食いつきましたよ。おお、すごいすごい。カジカジしてますよ、みんなでカジカジ。おお、すごいですね、これね、すごいすごい。どんな感じになってるんでしょうかね。いろんな食べ物が何かで固められてますよね、これね。おお、いいですよ、これ。これ以上来るとね、食べるスペースがないんでね、ちょっとこれ以上来られても困るんですけど。あ、いいな。これは食いつき抜群ですね。抜群、久しぶりに。おー、群がってる。ちょっとこれを立ててみようかな。すごいよ。いいな、すごいな。使用原料がですね、小麦、赤もろこし、小麦粉、ニワトコ、乾燥させたココナッツ、乾燥リンゴ、乾燥人参、オレンジ、ピール、パン酵母、植物性脂肪とかね、いっぱい書いてありますね、これ。これね、2つ入って500円ぐらいだと思ったんですよね。ちょっとお高いんですけど、ここまで食いつきがいいといいですよね。ついでにキャベツもあげよう、キャベツ。キャベツも美味しいよ。キャベツも人気ですね、キャベツ。君はとっても食べるのか。いいですね、これね。当たりです、当たり。ビタポールのですね、スマッカーズマジックラインっていうのをね、ご紹介しました。これオレンジって書いてありますんでね、オレンジ味なのかな。
ね、これだけ食いつきがいいんでね、大当たりでございます。こっちもいいな。はい、といったわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さようなら。